皆さん、こんにちは。梅雨明けもしましたし、日本晴れになったけども、ようこそバビロンへ。この渋谷の見渡してもらえば分かると思うけど、完全にバビロンにやられちゃってます。まあ俺が生まれる前からそんな感じの場所ではあったんだけどもね、まあ余計そこで生まれ育ったからこそいろいろ思って言いたいこともあったりとかして、前回の衆議院の時は、確か選挙に移行キャンペーンをツイッターとかフェイスブックで SNS でいろいろ訴えかけていたんだけれども、結局その投票数は全くいつもよりも少ないっていうような状態になってしまって、まあ、ちょっとそれじゃ物足りなかったのかなと思って、今回は選挙に行くぞキャンペーンに変えました。なので選挙に行こうなんていう甘い考えじゃなくて、俺は行くぞっていうようなもうつもりで今日はここに上がってきたので、少し話を聞いてください。まあ俺俺とか言っちゃいけないのかな、私まあラップをずっとやってきて、かれこれ17、18年ぐらいプロでやってんだけど、ずっとまあ社会に対してまあもうちょっと良くなるんじゃないか、世の中もうちょっと良くするべきだみたいなことをずっと言ってはきたんですよ。だけどまあ2013年になってみても全然良くなってないような気がして、むしろなんか悪くなっちゃってるんじゃないかなっていう気がしてるんですよ。それなぜだと思います？政治が悪い、政治が悪いと思う人、社会が悪い、社会が悪いと思う人、マスコミが悪い、マスコミが悪いと思ってる人、多分それ全部責任はあると思うんですけど、何が一番悪いかっていうと、俺たちがずっと怒ってこなかったことが悪いんじゃないかなと思ってて、俺たちの怒りが不十分だったんじゃないかっていう気がするんですよね。つまり安倍さんも麻生さんもここから歩いて15分ぐらいのところ住んでんだけど、ここでそんなこと騒いでも届いてないみたいで、やっぱり届かせるにはもっと、まあ俺たちが使える手っていうのは今江戸時代じゃないから、選挙しかないから、江戸時代だったら攘夷じゃー開国じゃーとか言って、もう気に入らないやつ切ってりゃそれでいい時代だったんだけど、もうそんな時代ではないので、投票用紙でそういう腐った政治家を切り捨てていこうじゃないですか。それでまあ俺は長年ずっと音楽が世の中を変える力があるって信じてずっとやってきてるんだけど、まああんまそういう風に感じない人もいっぱいいるみたいで、よくこの辺の大きなモニターで流れてるのとかね。でも今回三宅洋平くんが俺がやるって、もう誰もやんねえなら俺がやるっていう感じでこう立ち上がってくれたっていうのは、俺はもうめちゃめちゃ触発されて、何俺今まで黙ったのかなっていうぐらい、ちょっと三宅くんを今回ここでみんなに応援してもらいたいなと思って今日ここに来ました。まあ細かい点はそれぞれみんないろいろ違いはあるだろうけども、とにかくまあなんだアベノミクスだ TPP だねじれだって、こう自民党はね、なんか向こうでかい声出してるやつがいるな、どっちが声でかいか勝負してやるぜ。まあそんな今の自民党は福島の原発がまだまだこれからどうなるか分かんないのに、平気で世界中に原発買いませんか、うちの原発いいですよ、最高の品質ですよみたいなこと言って売ってるんですよ。
で確かに品質はいいかもしんないけど、管理する人間が悪かったらダメに決まってるでしょ。だからまあ他のね、ヨーロッパとか中東の国は管理がいいから平気かもしれないですよ。でまあそういう無責任なことをやってるっていうのがまあ自民党の姿で、そのままで皆さんいいんですか？やっぱりその自民党だけじゃなくて、まあ、公明党もそうだし、まあ、いわゆる今の与党に対しての反対勢力がもう、まあ、バラバラになっちゃってるっていうのが、本当は反対勢力それぞれ集めれば与党に負けないぐらいの数はいると思うんだけども、まあ、みんながいろいろこう迷ってる間にどん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 自民党に力がいっちゃうっていうのはちょっと考え直した方がいいような、そんな気もしません？まあ、だから本当に今日ここにいる人、それからまあみんなの友達とか、誰に入れていいか分かんないよ、自民党は嫌だけど誰がいいか分かんないよって言ってる人は、神奈川県、東京だったら、山本太郎、全国比例、全国比例は三宅洋平、あと神奈川県、神奈川から来てる人もいるでしょ、豊横線つながってるからね、その人は三宅洋平に投票用紙を、名前を書いて間違えずに入れてください。はい、まあ今回の選挙で正直体制がこうガラッと入れ替わるかどうか俺も分かんないけども、こうやってみんなが一人ずつ政治に関心を持てば、毎日退屈だったことも退屈じゃなくなってくるし、とにかく自分がその生活に密着して何かをやって生きてるっていうのが民主主義だから、この国は民主主義だってもうずっと何十年も明治時代からずっと言われてるけども、本当の民主主義になるのはこれからだと思うんだよね。それは本当みんな一人一人の力とみんなの意思で周りにそれを伝えて世の中を本当に変えたい。君たちの若い世代、もっと選挙権もない弟妹いとこ親戚、そういう子たちが将来大人になっても俺らがせめて育ってきたぐらいの生活をさせてあげないと申し訳立たないじゃないですか。だから俺はそういう思いを今回この三宅君や太郎君や、まあとにかく自民党に対して反対勢力をまあずっと言っている人間たちに対して、今回俺は本当に力を、もう俺だけの力じゃ無理だと思うんだけど、俺の力を使ってくださいっていう感じで力を貸すっていうのはちょっとおこがましいんだけど、まあ僕の力をできるだけあのいいように役立ててくれればそれでいいと思っています。そんな感じで、7月21日参議院選、これやんないと3年後まで独裁政権が続いて、下手したらもう尖閣とかにミサイルとかそんなような話になっちゃうかもしれないから、まあできるだけ今まで平和にやってきたんだから、平和にこれからもやっていくようにみんなで働きかけていきましょう。じゃあそんな感じでそろそろ俺の時間もおしまいなので一曲軽くやって帰ります。皆さんありがとう。今回今日ここに集まってくれたみんなありがとう。であとスタッフの皆さんも本当ご苦労様です。お疲れ様です。本当にあのあれなんだ、ちょっともう一回も話すけど、幕末の志士ってだって150年前だから、それが20代後半とか30代のやつが命かけて将来を売れて国のために戦おうとしたんだから、俺らだってそんぐらいのようなことはしないと恥ずかしくて、高知県とか山口県とかいいよねとか言ってらんねえぜ。そっちに恥ずかしくて足向けて寝られないから
なんとかみんなも昔の人はすごいよねとか偉かったよねじゃなくて俺たちが偉くなろうよ、そんな感じ。 KW シャインビッグコッター渋谷のドンザクロマーク DJ はそのワンツェ八甲前行くぞ。新しい時代へようこそ未来へ、今自分次第で笑顔が見たいね。新しい時代へようこそ未来へ、今自分次第で笑顔が見たいね。今冷たい冷たい世の中でほとんどの人が言葉かれ、で残りは偉そうに言葉だけ。そうじゃねえんだ大人はね、世間的にしたこの流れ、結局どうでも物分かれ、次の時代をこのままで放っておくほど愚かだね。悪いけど今までとは違う、熱い魂心に誓う、もう周りもみんなが意気込み、見守りたくなる意気込み。いつも世界パレの新しい世代、皮膚が感じるやたらいい気配、働き願いを込めていき、鏡に向き合い一目見る新しい時代へ、ようこそ未来へ、今自分次第で笑顔が見たいね。新しい時代へようこそ未来へ、今自分次第で笑顔が見たいね。渋谷で、それはどうしてかというと、本当のことみんな言ってないから、本当のことみんな知ってない、誰も本当のことなんか言ってない、だから本当のことなんか知ってない。また勝ち組集まって語る格差、ただ話題に上がってるだけの弱者、一般的なこと言い広める不安、しょっちゅう耳にするワーキングプアや温暖化、テロに食品偽装、毒入りと共に入ってくる思想、詐欺に強盗、殺人や放火、もう家にいたって安全かどうか、モザイク入れ音声変えた証人、教師に煽りうる商品、誰でも少しは持ってる期間を刺激し売れば売れるぜ一番、それが今時のビジネスモデル、人を脅かして今日も儲ける、バカにしてくって言われた何回も、バズけることなんかない不安材料、青色にすぎてもはや自ら進んで知識せ、俺誰のケツにも必死で死ぬ知識せ、させる知識せ、どちら返しの顔色見すぎてもはや自ら進んで知識せ、俺誰のケツにも必死で死ぬ知識せ、させる知識せ、言ってないから本当のことみんな知ってない、誰も本当のことなんか言ってない、だから本当のことみんな知ってない、本当のことみんな言ってない、だから本当のことみんな知ってない、誰も本当のことなんか言ってない、だから本当のことなんか知ってない。いやよ見上げよう、へえ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 感じ、けどシャインビッグコッター DJ オーストンのワンツー、渋谷俺らから帰ろうぜ、ビッグコッターシャイン。